こんにちは、花龍馬さん。昨日もね、ズームライブの方にお付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、話すとあっという間だったなという感じはするんですけども、きっちり1時間楽しませていただきまして、私も非常に勉強になりました。まあ、番組の中でも申し上げたんですけども、私はね、花龍馬っていうドラマを見させていただいて、その中に私っていう登場人物も出てくる、なんかね、すごく羨ましい役をやらせてもらってるなと思ってるんですよ。特にね、玄人シリーズ、売人シリーズってのがありますけども、まあ、私はね、売人、房州さんになぞらえていただいて、まあ、まさにね、私も感激だなと思いますよね。麻雀放浪記っていう小説は私もね、中学の頃にこう読みましてね、すごくワクワクした覚えがあります。いつかこんな売人になりたいなと思いながらも、もうね、麻雀で切った張ったする時代ではとてもないと。小説の中にしか雀士っていうのは生まれてない時代だったんですけども、でもね、ステージを変えて私はいろんな場面で、まあ、ああいう風なね、デメトクでいたいなと。まあ、房州さんっていうのはね、小説の中では、原作の中では、デメトク、大場徳次郎っていう役なんですけどもね、最後中連ポート上がってね、こう死んでしまうということなんですけども、当時そういえばね、麻雀放浪記っていう映画は白黒で撮影されたんですよ。もちろんカラーの技術がなかったわけではないんですよ。でも雰囲気を出すためにわざわざ白黒で撮ったと。白黒で、しかもカメラもね、手で持って撮ったらしいんですよ。で、そういうことで当時のリアリティを出したらしいんですよね。まあ、そうだからってわけではないですけども、花屋龍馬さんの動画も妙にリアリティがあってね、で、私が出る、その番組に出るっていうことで、まあ、まさにね、たまに房州さんが出るみたいな、たまにデメトクが出るみたいな感じで、私自身すごくワクワクしてますよ。で、これからもね、花屋龍馬さんのドラマの中に何度かね、ちょっと口うるさい役ということでね、隠居会からこの久保哲郎降臨したいと思いますんで、またね、呼んでいただければと思います。そしてですね、新年なんですけども、ついにね、約束を取り付けました。私もね、これを申し込むのは結構勇気がいったんですけども、リアルで会って、もう2人で YouTube デジャオみたいなね、2人で YouTube ライブみたいな、こう今度は横に並んで対談みたいな、本当の対談ですよね。そういうのも面白いんじゃないかなと思います。その時はね、もう私もね、お年玉企画みたいな感じで、視聴者さんになんかね、もうえげつないプレゼントをしてみようかなと思うわけですけども、まあ、これは利用規約的にどうかなというところもあるので何とも言いませんけども、まあ、お年玉みたいなね、封筒をね、プレゼントできればなと思っております。現金とは言いませんよ。現金と言ったらちょっとダメかもしれませんのでね、まあ、封筒をプレゼント、こういう企画をちょっとやってみようかなと思うんですよ。まさに第2次定額給付金ね、ちょっと今年中の支給はなかったかなと思いますんで、そういった意味を込めてね、何か私の方からこう2人のね、ライブを見てくださってる方に、まあ、ドカンとね、お財布の中に巡り込ませるような、そんなのができればなと思ってるんですよね。まあ、まだ分かんないですけどね、こういう風なね、えげつない企画、プレゼント企画っていうのは YouTube の質をちょっとね、落とすのかもしれませんし、それからあんまり良くないのかもしれないんでね、まあ、なんか考えようかなと思います、お年玉企画。ということでね、今日は花屋龍馬さんへのお礼の動画になりました。そして引き続きよろしくお願いします。次はね、まあ、神童花屋龍馬シリーズ、もう2021年バージョンでますます大きくなるんじゃないかなと思います。私の見るところ、花屋龍馬さんのチャンネルはこの1年で20倍ぐらいの、ね、成長したと思いますので、今度20倍というと4万人、4万人ですか。あと1年、来年の今頃銀の盾をもらってるかもしれないですね。10万人とかいくかもしれないですね。これからもね、数字が走ることもあると思いますけども、やっぱりね、楽しんでいけるような動画をお互い撮っていけばいいですね。はい、では本日は以上です。ありがとうございました。